ですよ。そうですね、また会場が中国ですしね。やっぱりまだ後ろに組がいながらですね、はい、両方で6点を出てくるっていうのはこれは大変なことなんですよね。そうですね、最終滑走じゃありませんものね、それだけもう文句のない演技だということでない限り出せないんですよね。完全無欠ですもんね。さあ、カナダのアナベル・ラングロワとパトリス・アーシェットです。ショートプログラムでは第4位でした。ミスがありましたからね、女性がちょっと一応が来る風で体調が悪しくなるところです。最初はショットなんですね。あ、これはアドバンサルになります。ストリフトからの変化ですね。まあ、この後どれだけ頑張るかですね。はい、最初のジャンプのミスの時も男性の方がちょっと入る前にバランス崩しましたね。やっぱり女性もそれ見てるわけですよね。そうすると2人のタイミングが出て2人ともミスが出てしまう。その影響が多少また男性の方には残ってますよね。
カナダのアナベル・ラングロワ、パトリス・アーシェットでした。あのアーシェットの方に、まあ、あのジャンプのミスが2つぐらいありましたけどね、まあ、あの最初のソロジャンプは2つとも転倒でしたけれど、まあ、あの2人とも同じようなタイミングで、ね転びましたけど、まあ、あのその影響がどういうふうに出るかなと思って見てたんですけど、やっぱり男性の方にちょっとその動き精細がなかったんですけど、まあ、その後はなんとかカバーはしてましたね。まあ、あの一つ一つの演技を見ますとね、あの入り方とか、あのいろんなあのリフトのポジションとか変化とかっていう面では非常にあの独創的な部分があって、まあ、それは高く評価していいと思うんですね。ただ本来彼らが持っているもっともっと流れのある演技っていう面からいくと、ちょっと動きに一つ精細がかかったかなっていう感じがしますね。ただやっぱりカナダはやっぱりペアっていうのは本当にやっぱりもう目立つ選手がいないように見えても、試合になってくるとそれなりの力を出すっていう伝統的な強さがありますね。内容的にはやっぱり非常にあのペアとして見るべきものは持ってるわけですからね、まあ、これだけミスが出たら残念ですね。これもあのループリフトの変形の入り方ですね。ターンをして入って、あのリバースの向きになるわけですね。だから男性と女性が向きが違うわけですね。で普通あのループのやつっていうのは同じ方向向いてるのが多いわけですけど、まあ、ああいう入り方とか、それから途中降りてくる前にやっぱり変化を与えたりとかっていう面で工夫はすごくされてますね。このペアの振付師はニコライ・モロゾフさんです。まあ、ニコライ・モロゾフも本当にあの振付ではですね、やっぱり定評のある、非常に人気のある、そうですね、振付師で、もう同じようにあのお願いしてやっている選手が多いですからね、日本の方でもそうですし ね、 本田選手も荒川選手もニコライモロゾフさんですね。でその前は竹内選手がそうでした ね、 非常にやっぱりね、その選手の個性に合わせて、振り付けをしていくっていう面でね、非常に振り付けとしては今一番流行りの人って言ってもいいんじゃないですかね。そうですね、旬の人ですよねさあ、テクニカルメリット技術点が出ました。 5.2 から 5.5 という評価です。あのミスはあってもですね、やっぱり点の幅がそんなないですよね。ないですね。ないっていうか、あの広がってないですよね。と、いうことは技術的にやっぱり高い目で見られているそうですね。プレゼンテーションです。 5.2 から 5.7 です。まあ、あのちょっとね、最初のこのミス、ジャンプのミス、あれがなければもっともっと高い点望めるペアですね。すべてのジャッジ、ここまでの第3位をつけました。まだあと1組残ってるんですよね。そうですね、まあ、あと1組が力のペアですから、はい、地元ですし、まあ、そこら辺がですね、どういうふうにその順位に